私は複数人でバイオリンを演奏する際に相手とどのように合わせて演奏を行っているのかについて研究しています。奏者は当たり前のように合奏を行っていますが、実際にどのように合わせたら合奏がうまくいくのかは明らかになっていない部分が多いです。現在は奏者間のリード関係に着目し、どのような動作でどのような場面でリード関係が構築されているのかを検証しています。実験ではバイオリン奏者2名で同じパートを合奏し、モーションキャプチャーで身体動作を計測します。奏者は電子バイオリンで演奏し、練習時間にどのように演奏するかを相談した後に計測に臨みます。身体、楽器、弓にマーカーを貼り付けることで動作を計測することができます。モーションキャプチャーで計測した動作をコンピューターに取り込むと、2人の奏者がどのように動きながら演奏していたのかがわかります。青い部分は奏者、色が異なる部分は楽器と弓です。同じパートを演奏しているので弓の動きの方向は同じように見えますが、奏者の動作は似ている部分と異なる部分が見られます。相手と合わせるために似ている動作になる部分がある一方で、各奏者が弾きやすい方法に応じて動作が異なる部分もあると考えられます。奏者の動作からリード関係を抽出します。リード関係が抽出された場面を曲の小節番号と対応させることで、どのような場面でリード関係が生じているのかがわかります。さらに、動画と対応付けて、リード関係が生じていた場面で何が行われているのかも知ることができます。例えば、奏者が相手と合わせるために見せる合図動作のタイミングや、相手のタイミングを見計らうために視線を向けたタイミングと照らし合わせると、それらのタイミングでリード関係が抽出される場合もあれば、お互いの示し合わせがない部分でリード関係が抽出される場合もあります。奏者間のリード関係を捉えることで、合奏をどのように成り立たせているのか検討するヒントが得られることは、研究を行っていてとても面白い部分です。しかし、明らかになったリード関係が各奏者の演奏のうまさとどのように関連があるのかは、今後探究していくべき課題です。演奏中のリード関係は非常に複雑で、先行して他の奏者をリードする奏者もいれば、相手の様子に気を配って支える形でリードする奏者も存在します。奏者の複雑な関係性を理解するためには、モーションキャプチャーで計測した奏者の身体動作に着目したり、演奏中の動画から奏者のコミュニケーションに着目したり、時には曲の特徴に着目するなど、運動、コミュニケーション、芸術などの学際的な視点が必要です。今後も一つの視点にとらわれず、幅広い視点で研究に向き合うことで、バイオリン奏者がどのように合奏を行っているのかを明らかにしていきます。私は津軽三味線という楽器に着目して、楽器演奏の上手い人とそうでない人の違いは何だろうということを研究しています。プロの演奏家の方々や初心者中級者の方々に協力いただいて、身体の使い方がどのように異なるのか、データを計測してその秘訣を探っています。皆さんこんにちは。早稲田大学の門田です。私は認知科学という分野でコミュニケーションの研究をしています。具体的には、食事や工作といった実生活の中で起こったやりとりをこういうふうにビデオで収録しまして、誰が、いつ、どんなことを言ったのか、あるいはどんなジェスチャーをしたのかといったことの構造を調べています。それを通してですね、私たちがコミュニケーションの中で使っているルール、原則、あるいは規範といったことを調べるのが私の研究の目標です。最近はですね、指差しや手渡しですとか、言葉と体を一緒に使うようなやりとりの研究をしています。僕はお笑いがめちゃくちゃ好きということもあって、漫才の研究をしています。具体的には漫才の映像を分析していくんですが、例えばネタ中のセリフであったりとか、演者の視線がどこを向いているかとか、姿勢がどういった動きをしているか、
といったまあ様々な要素に着目しながら、これらの要素の持つ関係性や、これらの要素とあとはお客さんの笑いとの関係性など、そういったことを明らかにしようと試みています。私はピアノレッスンで演奏表現がどのようにして伝えられているのかを相互行為分析と記号論の観点から研究しています。分析ではレッスンの動画データの詳細な観察を行います。主に使うのはこの eLearn というソフトウェアです。左上に動画が表示されていて、この下にあるのがタイムラインですね。左から右に時間軸が設定されていて、動画と連動して動きます。ここに発話や演奏、さらにはジェスチャーや視線の方向などを細かく書き込んでいくことで、複雑なコミュニケーションの構造を可視化していくわけです。例えば今分析しているデータだと、といった形で相互行為が展開していくことがわかります。ドラム研究もあるよ。みんな見てね。いやいやいや。